皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はエチュードハウスの春のニューコスメの紹介をしたいと思います。3月に新しく発売したシリーズなんですけど、その中から春に可愛いなと思ったコスメたちを今日は紹介したいと思います。まずじゃじゃん、すごい発色のいいリップ。これはエチュードハウスディアマイグルーミングリップトークシフォンの PP503 のカラーです。ちょっとパープルっぽいカラーになってて、ピンクパープルっぽい感じのビビッドのカラーになってます。で次にこちらもリップなんですけど、エチュードハウスのディアダーリンソーダティント PP501 番のカラーになってます。これもすごい発色がすごくて、パープル珍しいカラーかなって思います。他にもイエローとかブルーとかオレンジとか珍しい発色のいい感じのカラーもこのシリーズでたくさん出ていました。今日はこのパープルカラーを紹介したいと思います。あとはカラフル、こちらはエチュードハウスのキャンディーハイライトになってます。ハイライトなんですけど、すごいカラフルで見た目もすごく可愛いです。でこちらはブラシです。ブラシもこんな感じで筆の先がカラフルになってて、チークブラシとかアイシャドウブラシとかそういうのもありました。ではまず早速こちらのハイライトを塗っていこうと思います。筆にまずくるくるって全体的に混ぜながら塗ります。こういう色なので、なんかこういう色が乗っちゃうんじゃないかって感じで、ちょっとどんな感じになるかなって思うんですけど、結構これなじませるとカラーはほんわか出る感じでパッて明るくしてくれるので、この目の下あたりにのせていきます。この辺が少しパッと明るくなって、少しラメっぽいツヤが出る感じです。でパウダーなのであまりツヤツヤっていうよりかは、なんか光に当たった時とかパッて明るく見せてくれるので、程よい感じに仕上がるかなと。明るく見せたいところ、塗ったりとか、この顎の下重ねてつけても綺麗かなと思います。あとちょっと鼻のてっぺんとかにポンポンってのせても鼻筋が綺麗に見えてかなって思います。次にこちらのリップを塗っていこうと思うんですけど、このリップはすごく珍しくて、パープルのカラーがすごく可愛いなって思って選びました。まず最初にこちらの口紅から塗っていきます。このまま塗ってもいいんですけど、結構濃いめの発色なので、こう指に塗ってからこうやってのせていくと調節がしやすいかなって思います。塗るときはこの中央から端に向かってぼかしていく感じでつけると、真ん中がぽっくりして可愛いです。こんな感じです。すごく色が綺麗でパープル感があるんですけど、ポップな感じのイメージに仕上がるかなって思うので、今日私はホワイトのお洋服ですけど、結構カラフルなお洋服に合わせても可愛いかなって思います。次にこちらのパープルのグロスをつけていこうと思います。これはこの上から重ね付けをしてつけていくんですけど、結構本当にパープル、こんな感じです。パープルを重ねると一気にさっきの強かったピンクが柔らかく優しい感じの印象になるのと、このパープルがちょっと今年っぽい雰囲気に仕上げてくれるので、こういうカラーもののリップで遊んでいろいろ色味を変えてみるのもおすすめです。あとイエローとかもあったので、オレンジ色のリップの上にそういうイエローっぽいのを重ねたりとか、ピンク系に逆になんかイエローでもうちょっと黄身を足してもすごく温かい感じに仕上がるのでおすすめです。こんな感じでエチュードハウスの新しいコスメたちだったんですけど、カラーも本当にたくさん十何種類とか結構あったかなって思うので、ぜひ皆さん気になったら店舗とかに行って見てみてください。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。